ヒューマンキャピタルは人間が持つ能力を資本として捉えた経済学の概念。人的資本と表現されることもある。具体的には資格や学歴として測定される。初期の経済学では単に労働力や労働として捉えられていた。アダム・スミスは道具や器具、建物、土地とともに固定資本の一つとしてヒューマンキャピタルを挙げている。彼によれば、 ヒューマンキャピタルとは人生経験によって育まれる技能や器用さ、判断力である。全国レベルで見れば、ある国においてリーダーから学習する能力はヒューマンキャピタルの蓄積によるものだと言える。その上、正式な学校教育と OJT を通してヒューマンキャピタルは獲得できるとした。なお、スミスによればヒューマンキャピタルと生産的労働力は共に分業に、 依存したものであり、分業とヒューマンキャピタルの間に複雑な関係を見出している。その後、ヒューマンキャピタルという用語が登場するのは、経済開発に関わって書かれた AW ・ルイスの著書、労働の無制限な供給への経済開発だと言われている。ヒューマンキャピタルという用語は、当初不評であったが、議論の中でアーサー・セシル・ピグーが、物的資本と同様、 人的資本への投資も重要だと述べることで初めて注目されるようになった。また、現代の新古典派経済学においても、1958年にジャーナルオブポリティカルエコノミーで掲載されたジェイコブミンサーの先駆的な記事、人的資本と所得分布への投資で登場している。ヒューマンキャピタルを用いた経済学者で最もよく知られている人物は、 先術のミンサートシカゴ学派のケーリー・ベッカーである。1964年に発行されたベッカーの著書は何年間も増刷されるほどの標準的な参考書となった。ベッカー案によればヒューマンキャピタルは工場と同じ物理的な生産手段であり、また訓練や教育、医学治療といった形の投資が可能なものである。そして、 人の生産能力は労働への見返りの速度に依存する。したがって、ヒューマンキャピタルは生産の手段であり、追加出資は追加出力をそれにもたらす。ただしヒューマンキャピタルは代理が可能ではあるものの、土地や労働、固定資本のように移転可能ではない。ヒューマンキャピタルを考える際に用いられる、知識という言葉は非常にユニークな形で説明、定義づけされる。 労働力とは異なり、知識とは、ありがとうございます。